ことよりも、なぜアンティークに来るまで僕がいろんな店を転々としていたかをお話ししましょう。魔性のゲイ違いますよ。え？僕の目線ですか？あれはね、話す人の目を見なさいって、子供の頃死んだ父から厳しく言われてて、そうしつけられてて、それだけのことなんですよ。どうしました？でもそれが誤解のもと。あ、でもそう思われてて助かってたんですよ。ほら、僕は女性が苦手だったから。そう思われてれば女性は近づいてこないから。そう、それが原因です。なぜだか僕は男性から好かれてしまう。いつもどの店に行ってもそうでした。それがトラブルの原因です。男の子同士で僕をめぐっていがみ合いになったり。そう、アンティークに来る前の店では店長が僕に夢中になってしまって、それが奥さんにバレて、反響欄になった奥さんが僕のところに怒鳴り込んできて、修羅場でした。アンティークに来ることにしたのはオーナーが無類の女性好きだと聞いたからです。彼なら安心だと思って。でもダメでした。オーナー、小野君。え、マジかよ。モカ、モモが来たんだ。見た目、ツバチが運んできた。まさかオーナーが参りました。こうなった以上